おはようございます。朝のハーモニーの時間です。今日は去る5月13日 NHK ホールで録音しました宇内千春さんのオルガン独奏を聴いていただきましょう。演奏者の宇内千春さんは昭和57年3月上野学園大学を卒業、広野嗣夫さんにオルガンを師事しました。それでは宇内千春さんのオルガン、はじめにエスタンピー、この曲の作曲者は分かっていません。
エスタンピーでした。代わってコンラート・パーマン作曲、心の底から汝に望むです。コンラート・パウマン作曲、心の底から汝に望むでした。朝のハーモニー。今朝は、宇内千春さんのオルガンをお聴きいただいておりますが、代わって、アーノルト・シュリックの作品から、聖母マリアを讃え祭ると、優しいマリアの2曲を続けてお聴きいただきましょう。Thank you.
アーノルト・シュリック作曲、聖母マリアをたたえまつると、優しいマリア、続けてお聴きいただきました。代わっては、ブクステ・フーデ作曲、トッカータ二短調です。Thank you.
ブクステ風で作曲、トッカータ二短調でした。朝のハーモニー、今朝は NHK ホールから宇内千春さんのオルガンを聴きいただいております。代わってはバッハ作曲、シューブラーコラールから、汝イエスよ、今天より降りたもうや、BWV650。バッハ作曲、コラールプレリュード、汝イエスよ、今天より降りたもうや、BWV650 でした。続いてバッハの作品から、コラールプレリュード、目覚めよと呼ぶ声が聞こえ、BWV645。
バッハ作曲コラールプレリュード目覚めよと呼ぶ声が聞こえ、 BWV645 でした。朝のハーモニー、今朝は宇内千春さんのオルガンを聴いていただいておりますが、代わってはバッハ作曲コラールプレリュード恵み深いイエスよ我らはここに集まり、 BWV633。バッハ作曲コラールプレリュード恵み深いイエスよ我らはここに集まり、 BWV633 でした。朝のハーモニー、今朝は NHK ホールから宇内千春さんのオルガンを聴いていただいておりますが、おしまいはバッハ作曲ファンタジーと風雅トータン調 BWV542。
ハ作曲ファンタジーとフーガ東端調 BWV542 でした。朝のハーモニー、今朝は宇内千春さんのオルガンをお聴きいただきました。それでは来週のこの時間をどうぞお楽しみに。